町田浩樹 J3 プライフーズスタジアムで発見される。 U は何しに青森へ。3月に日本代表へ初招集され、現在はベルギーで活躍中の町田浩樹選手が青森県をホームタウンとするバンラーレ八戸を訪れました。青森県といえば柴崎岳選手の出身地として有名ですが、同じく鹿島 OB の熊谷浩二さんが現在バンラーレ八戸のゼネラルマネージャーとして働いています。熊谷さんはスカウトとして大迫選手や柴崎選手の獲得に尽力。2011年から2018年まで鹿島の育成年代のコーチや監督をしており、2015年には鹿島ユースを日本一に導きました。メンバーには現在トップチームでプレーしている柿田選手や町田選手が在籍しており、この日も町田選手は熊谷 GM と写真を撮影していました。その後町田選手はイベントで子どもたちにサイン会や写真撮影会を実施し、キックインセレモニーにも参加。青森県のご当地アイドルパッチとの共演や、熊谷 GM の元チームメートでバンラーレ八戸の名物サポーターであるティガーマスクさんとタイガーポーズをしていました。今年はキャンプでもバンラーレ八戸と試合を行いましたし、6月4日にも CRO の中田浩二さんがプライフーズスタジアムでサッカー教室を開いたばかり。これからますます交流が活発化しそうです。